バーカ。お前らバーカ。お前らが奴隷をいじめてどうすんだ。でも、そいつが生意気言うからさ。うん。悪かったな。こいつらバカなんだよ。俺はヘビだ。トルフィンです。ほれ見ろトルフィン、お前の体は生きたいって言ってるぞ。寝る。お前らお三方を丁重にお送りしろ。分かってるだろうな、この件でこれ以上面倒を起こした日にゃ、お前らこの先顎で飯が食えると思うなよ。返事。生きたいのか。生きて、生きてどうするんだ。耳以外の傷はどれも深くはなさそうだ。元通り治るだろう。災難だったな二人とも。あの客人たちのいたずらには旦那様も少々手を焼いていてな。いたずらで殺されかけじゃ叶いませんよ。あの蛇って親分が来なかったら本当にやられてましたよ。だとしても仕方ない。強い奴が弱い奴を殺す当たり前のことだ。なんだと。それより傷が埋めていかん。薬を塗っておこう。薬。薬代など気にせんでいい。お前たちの面倒は私に一任されている。駆けつけるのが遅れてすまなかったな。ありがとうございます。アルネーズにもお礼を言っておきなさい。私に知らせようと畑の中をずいぶん走り回ったようだ。ドルフィン、お前戦争に行ったことあるか。ああ。人を殺したのか。ああ。何人くらいだ。5、10人くらいか。そんなこと知ってどうする。お前戦争が嫌いなんだろ。倒すぞ。何人かなんて覚えちゃいない。たくさん殺した。5つか6つくらいの頃から戦場にいた。デンマーク軍のイングランド攻めにも加わったよ。俺は戦士だった。軽蔑するかエイナル。俺は戦士だった。何人殺したなんて覚えちゃいない。たくさん殺した。Okay.
されるたびに起こすんだ。殺した、大勢殺した、村を襲い、たくさん殺した。お前の家族を殺した奴ら、俺は同じだ。生きてると何かいいことありますか？俺はなかったよ。お前は死にたいのか？お前がどんなひどい目にあったかなんて知らねえ。どんな地獄で生きてきたかなんて知りたくもねえ。けどこんな地獄でのんきりくっちゃべってられんの、誰かが俺らを生かしてくれたからだろうが。なんもなかったらって違うだろ、違うだろ。クソったれ、甘えんな。そもそもよ、お前が俺の家族を殺したわけじゃねえだろうが。思いやがんじゃねえよ。ありがとう、エイナル、起こしてくれてありがとう。ったく、お前の寝言のおかげですっかり寝不足だぜ。ごめん、エイナル。さっさと寝ちまえ。